こんにちは。埼玉県にある園芸店サニベルの店長のまめろみどりです。今回のテーマは2024年9月の園芸情報になります。お店で買えるおすすめなお花、季節の注意事項などをご紹介していきたいと思います。秋というイメージがありますけれども、実際は結構残暑が厳しい。その中でもいろいろなお花は増えてきています。暑さにも強くて秋の、ね、雰囲気を出せるというようなおすすめのお花を紹介していきたいと思います。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信しています。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。最初にこちら秋の雰囲気バッチリっていう感じがしますけれども、ススキの方を思わせるようなグラス系のものですね。ペニセタムと言います。ペニセタムのこちらは月見うさぎ、穂がとても、ね、小さめなので小ぶりで、寄せ植えに使うととても可愛らしい雰囲気を出すことができます。マイナス10度ぐらいまで耐寒性があるということなので、春にもまた芽が、ね、吹いてくるというような感じになります。こちらはペニセタムのパープルファウンテングラス、銅葉がとてもシックなので、もうこれは定番と言っていいと思いますけれども、秋の寄せ植えを作るのにとても一役買います。もちろん、お庭に植えることもできますが、多年草ではありますが、あまりきつい霜だったりとか寒さっていうのは耐えられないので、ペニセタムのチェリースパークラーです。ピンクがちょっと強いような、ちょっとソフトな上品な感じの葉っぱになります。耐寒性はあまりない感じになります。だいたいマイナス 2,3 度っていうところだと思います。はい、そしてこちらも秋っぽいっていう感じがします。トルコキキョウです。こちらはボレロフラッシュっていう色合いと、こちらミンクキャンディーっていうね、素敵な、もういろいろなね、トルコキキョウはいろいろな品種があるんですけれども、切り花だとね、もっとたくさんあると思いますが、この他にもいろいろあります。意外にこのトルコキキョウ、暑さにはとても強いものです。残暑も厳しかったりするので、そんなに心配せずに楽しむことができます。こちらはどちらかというと、寄せ植えとか、まあ、鉢で楽しむっていう使い方がいいんじゃないかなと思います。この時期を楽しみ尽くすっていうね、楽しみ方になります。よく日に当てるっていうところと、根は崩さないでそのまま植えというところをやっていただくと長く楽しめます。はい、そして秋といえばケイトウになります。ケイトウっていう名前もそうなんですけれども、セロシアという商品名で置かれていることが多いと思いますが、こちらはセロシアのケロスというシリーズのライムグリーンですね。夏の暑さとか、まあ、残暑でも、その暑さの中でも色鮮やかに色が残るっていうように改良された品種になります。ホットトピッククラウンです。とても柔らかい色合いで、可愛らしいイメージですけれども、花の形大きめになってきます。色がとてもソフトなので、使い方はすごく可愛らしさ出るような感じで使えると思います。セロシアは根を崩さないように植えるのがポイントになります。用途としてはお庭花壇に植えることもできますし、あとは寄せ植えもとてもおすすめになります。晩秋までこの穂の形を楽しむことができます。こちら同じくホットトピックのイエローという色になります。とてもレモン色が可愛らしいので、毎年人気の色になっています。そしてこちらはセロシアワイルドピンクです。葉っぱがとてもシックな、銅葉に近いような感じの深いグリーンをしているので、とてもこう秋の紅葉の雰囲気も出してくれたりとか、シックで可愛らしい、ね、ピンクと一緒に楽しめるっていうような品種になります。そしてこちらケイトウのスマートルックロマンティカです。穂が可愛いんですけれども、ちょっと白っぽさも出てきたりするので、キュートなイメージの品種になります。夏のあたりから出てきているとは思いますけれども、この時期とってもテイストというか、こう雰囲気が秋らしいので、とてもおすすめになります。お庭に植えたりとか、あとは寄せ植えで楽しんだりとかっていう中で、唐辛子のパープルフラッシュ、葉っぱが紫色だったりするので、他の色と合わせやすいのでおすすめです。唐辛子も、根を崩してはいけないわけではないんですけれども、ちょっと優しめに崩しておくといいんじゃないかなと思います。唐辛子もお花が咲いてその実を楽しむので、元肥も忘れないようにしていただくと綺麗な実がつきますので、その辺もポイントで覚えておくといいと思います。そしてガーデンマム、マムというのは菊のことなんですけれども、ヨーロッパで改良されてとても可愛らしくて華やかで人気のお花なんですけれども、発色が褪せないで綺麗に咲きますよっていうような品種改良されているものが増えてきたなという印象です。まずはこちらポットの菊なのでポットマム
です。マウントオービスク。色が華やかなので何色かありますけれども、好きな色を選んでいただくといいと思います。晩秋の頃にまた咲いたりするので一回落ち着いてからまた咲いてくれますので今からね買っておくと、二度楽しめるみたいなところで今の時期からおすすめになります。エクセレントマムピコっていうシリーズで黄色とかあと薄いピンクがあります。小花でとても可愛らしいちっちゃいひまわりが咲いてるようなイメージにも見えたりしますけれども可愛らしさの象徴としてヨーロッパでもねマムは本当に愛されているお花です。こちらお花が小さいだけあって、花数もそれだけ多いっていう特徴があります。より長くお花を楽しめるっていうね特徴もあります。菊なのでお庭に植えておくと来年も芽が出てお花を楽しむことができますけれどももともとね切り花で使っているものを品種改良したりとかもしているので今年はこういう仕立てですけれども来年は背が高くなります。こちらはミスティックガーデンマム鑑賞期間がとても長くて発色がいいっていうね売りの新しい品種になります。輪の大きさがちょうどいいっていう感じが私はして可愛らしさと、ね、品のある感じっていうのを兼ね揃えてるのかなと思います。そして季節の色がちょっととても綺麗な赤葉千日紅です。童話がとても素敵なねシックなレッドフラッシュっていうね品種になりますけれども発色の良さがいいんじゃないかなと思います。こちらも楽しみ方は寄せ植えだったりお庭だったりっていう感じで、霜が降りる頃には、終わりになりますけれども十分に季節のこの華やかさっていうのを、ね、出せるので生育も旺盛で伸び方としては上にこう伸びていくのでお庭のちょっと高さを出したいところに季節感を出すっていう意味で、補色をするみたいなね感じで使うこともできます。夏のお花に引き続きペンタス秋の晩秋まで結構ね長く咲いてくれるのでここでまた一つ、寄せ植えで使ってみるとか花っていうところで華やかさもあってやっぱり雰囲気もあるので秋の寄せ植えとかにもとても活躍する、お花の種類になります。カラーリーフ寄せ植えに使うようなリーフもこれから徐々にまた増えてきますけれどもスイートハーブメキシカンリッピアちょっと寒くなってくると葉っぱが紅葉するような感じでその雰囲気もね変化も楽しめていいかなと思います。寒さにすごく強いわけではないのでお庭に植えっぱなしをできるものではないんですけれども季節を楽しむ植物としておすすめになります。こちらはアルテルナンテラのマーブルクイーンなんですけれども2色というか銅葉のタイプとちょっとグリーンの葉っぱのタイプがあります。威勢がいいのでよく伸びます。伸びすぎたところはバランスを取るような感じでカットしてあげると新芽も次々と出てくるので使いやすい植物かなと思います。こちらも冬越しはできませんけれども霜が降りる頃まで十分に楽しむことができます。秋の雰囲気の葉っぱといえばヒューケラ。この時期どんどんヒューケラも新しいものが出てきています。ティアレラになりますけれどもちょっと葉っぱが柔らかい感じでヒューケラよりも耐寒性が弱いものがあるかもしれませんが宿根草として扱うで大丈夫なものが多いです。こちらはとても立派な株だったりあとポットサイズもいろいろとあると思いますけれどもちなみにこちらはティアレラのシュガー&スパイス。葉っぱの形がねとても特徴で中心の布のちょっと銅葉っぽいねベインが入ってるようなものがすごく植物1個だけでこう奥行き感を楽しめるみたいな雰囲気が出るのでお庭にはすごくアクセントがねつくんじゃないかなと思いますけれども日陰が得意っていうのがあります。きつすぎる直射日光が当たらないような場所を選んで見つけるといいと思います。特に夏はねもう記憶にも新しいですけれどもまさにすごく暑いので直射日光が夏場の当たるところっていうのは避けるように場所を選んで植えるといいと思います。私初めてなんですけれどもこちらはヒューケレラと言います。ヒューケラとティアレラの交配種になります。ブラスランタンと言います。可愛いですね。葉っぱの柔らかさとあとヒューケラの色味とかどこをどう取ったのかちょっと私も初めてなのでなんですけれども耐寒性もまあまああってサニベルの方でも冬越しができるほどの耐寒性は十分にあります。秋になってくると宿根草としてお庭に植えられるものなども増えてくるんですけれどもこの残暑の暑さをこの関東では考慮しなければいけないかなと思っています。ただしやはりこういう秋を感じさせるようなこういうリーフっていうのはこの時期結構雰囲気を出すために
に店頭に多くなったりしますので、今すぐ植えるっていうよりかはもうちょっともう一段階暑さが落ち着く頃に植えるために、でもなくなってしまうので気になったものは、ゲットしておくっていうところも一部必要かなと思います。このぐらいのしっかりとした鉢に植わっているものは構いませんけれども、小さいポットのものは植え付ける時までちょっと鉢増しをして養生するとか、またまあポットのままで養生するとかって少し工夫が必要なのかなとも思います。いかがでしたでしょうか。9月の園芸情報としてお花などをご紹介してきましたが、この季節の注意事項としてまだまだ残暑も厳しいので、虫対策とか住友化学園芸さんに聞いた動画っていうのがありますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。ご好評いただいてます緑の土、概要欄からリンクがありますのでぜひチェックしてみてください。概要欄は動画のタイトルをタップしていただくと進むことができます。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして動画を見る際にはぜひベルマークをオンにしていただくと旬な情報をゲットできます。サニベルではインスタグラムをやっています。主にお店に入ってくる旬な入荷情報をタイムリーに発信してますので、そちらもぜひご覧になってみてください。それではまた。